日本銀行は昨日の金融政策決定会合で0.25%への利上げと国際改良額の減額計画を公表いたしました利上げについては、まあ、私自身は9月と思っておりましたのでちょっとサプライズだったなというふうに思います経済指標の下振れということで今の段階では利上げは無理だろうというふうに思っておりましたが、まあ、円安による物価への影響というのが強く意識されたんだろうというふうに思いますまあ次回の利上げということで警戒しなければいけないのは次回の10月展望レポートなのか かなという気もいたしますが今日はですね、昨日公表されました国債の返礼額の減額なんですけれども、それがどの程度日銀の国債保有残高を減らしていって、長期金利に影響が出るのか、このあたりをシミュレーションを交えましてですね、皆さんと議論してみたいというふうに思います。それででは最後までご覧ください 皆様こんにちは。楽天証券経済研究所のアタでございます。昨日、日本銀行が7月の金融政策決定会合を開催いたしまして、0.25%の利上げと国際返礼額の減額計画というのを公表いたしました。まあ、利上げにつきましてはちょっとサプライズということになりましたけれども、その背景と評価ですね。そして今日はメインのテーマはここにありますとおり、国際返礼額 月3兆円という数字ですね。これが日本銀行の国際保有残高を将来的にどういうふうに減らしていって、そして長期金利がどうなるのかっていうあたりを議論をしてみたいということであります。それでは早速進めてまいりましょう。 まず利上げにつきましてですね、ここをご覧いただいておりますとおり、今回ですね、日本銀行は0.25%の利上げを決めたわけですね。その内容なんですけれども、ステートメントからちょっとおさらいしておきましょう。ここをご覧いただいております、まず利上げについては1個目ですね、日本銀行はのところで、その下にあります、無担保コールレートオーバーナイトもの、このあたりのところなんですが、0.25%程度で水移を流すと。 これまでは0から0.1%ということでしたので、まあ、ざっくり0.15%ぐらいの利上げということになります。まあ、刻みがですね、大体海外も0.25%ずつということなので、海外の事例にも合わせて0.25%ということになったんだろうと思います。えー、そしてですね、国債の改例案ですけども、その2番というところにあります通り、原則として、毎市販機4000億円程度ずつ減額していきまして、 2026年の第1クォーターですね。1、3月期に3兆円程度とする計画を決定したということになります。まず利上げのところをですね、利上げをなんで今回決定したのかというその理由なんですけども、このように書かれています。ステートメントにはですね、我が国経済物価はこれまで展望レポートで示してきた見通しにおおむね沿って推移していると。 まあ、ここがですね、私の見方とちょっとも違うということになるわけですけども、まあ、今でもですね、なかなかデータを具体的に見ると、なんでこういう判断になるのかっていうのは、ちょっと理解に苦しむわけですけども、まあ、そのあたりをちょっと後で簡単におさらいしたいというふうに思いますが、ポイントはですね、2番目ですね、輸入物価は再び上昇に転じており、これはも事実なんですけども、先行き物価が上振れるリスクには注意する必要があるということで、円安が輸入物価に反映されて、その輸入物価が この国内物価に反映されると。まあ、このあたりがですね、かなりリスクとして意識されているんだということだと思います。ですので、9月私は持っておりましたけれども、このあたりを意識しながら先手を打って7月に利上げをしたということになるんでしょう。で、こうした状況を踏まえということで、その結果、利上げをしましたということが最後に書いてあるということですね。 これが展望レポート、今回公表になりまして、その見通しになるわけですね。で、これをご覧いただきますとですね、ここの実質 GDP というところの4月前回の展望レポート0.8%ということだったんですね。過方修正というのはもう私もそう思っておりましたし、マーケットでも過方修正になること自体はコンセンサスだったと思います。結果0.6%というふうになっているわけですね。 これ実は0.2%ポイントというこの過方修正幅の意味がありましてですね。これこの動画でもちょっとご紹介したんですけども、実はですね、20年の1、3月期の実質 GDP、かなり過方修正されまして、年率でマイナス2.9%というマイナス成長になっているわけですね。この20年の1、3月期の数字が低いということは、その翌年度、24年度に向けての下駄ですね、発射台が相当低いということになります。 その発射台の下方修正というのが、実は7月1日のことでしたけれども、0.2%。まあこれあの、死者誤入の関係で、私は0.3というふうに計算していたんですけれども、大体まあ0.2とか0.3ですね。まあこのぐらいの下方修正幅というのがありましたので、これを反映させると、こういうふうになるんだと。逆に言い方を変えますとですね、その統計的なテクニカルな下方修正以外はですね、 実勢変わってませんよということを日本銀行主張しているわけですよね。ただし、ここに吹き出しに書いております通り、ESP フォーキャストというのはマーケットのコンセンサス、まあ、エコノミストのコンセンサスということになるわけですけども、7月調査ですね。0.44%、まあたい0.4%ぐらい。私の見通しは0.3%というふうに考えておりますけれども、まあそのマーケットの見通しに比べればちょっと上なんですよね。ちょっと無理してるなっていう感じはあります。 そして次ですね。まあよく消費のことが言われますけれども、私もですね、消費関連仕様の代表的な指標であります、家計調査ですね。家計調査の実質、消費支出。これがですね、前月比で見ても前年比で見ても、まあ、分かりやすいのは前年比なんでしょうね。青いラインですけども、マ、ま、イ、あ、ナスの3.4%ということで、5月は低かったわけですね。ずっとマイナスで張っているという状況になっています。 前月比もですね、マイナス2.1%を下方ぶりにマイナスになっているということで、ちょっとデータもうちょっと6月ぐらいまで見た方がいいなっていうのが私の感覚でありましたし、従来のですね、維持権緩和の前の日銀であればおそらくそう考えたんだろうというふうに思います。そして、これ生産ですね。昨日の朝、実はこれは公表になりましたけれども、これもちょっと前年比で見た方がちょっとわかりやすいので、 もちろん前月比もですね、ここにありますとおり、6月はマイナス3.6%というマイナスだったんですね。前年比ではマイナス7.3%、かなり深いマイナスになったということで、まあ、自動車の認証不正問題というのはありましたし、まあ、短期的な影響というふうにまあ見られておりますけれども、まあ、いずれにしてもちょっと数字が悪いということですね。 そして GDP ギャップですね。これはあの、昨日の上田総裁の記者会見でもギャップの話は出てたんですけども、実際に統計を見るとですね、このようにマイナスの幅が拡大しているっていう状況になっているわけですね。第1クォーター。第2クォーターでプラス成長、かなり高いプラス成長にならなければですね、これがまた上に向かってプラスに浮上するっていうことはちょっと考えにくい。 いうことですので、なかなかその2%の物価安定の目標の実現の角度が高まったっていうふうに言うにはですね、ちょっと心もとない数字になっているということなんですね。こうしたことを踏まえてですね、7月はちょっともうちょっと統計を確認した方がいいなっていうのが私の考えでしたし、おそらく BOJ ウォッチャー40数名いますけれどもざっくりですね、その8割、7割はですね、同じような考え方で7月じゃないというふうに見ていたんだと思います。 ですので、そうした見方をしていた美容 j オッチャー、私を含めてにとっては、今回の利上げはちょっとサプライズだったということですね。まあ、そのくらい為替と、それから輸入物価にちょっと意識がいったということだと思います。問題は先行きです。ここご覧いただいております通り、ステートメントにこのような文言が掲載されているということで、あえてワンセンテンスなんですけども、この3つに分解して掲載しています。今後の金融政策運営についてはということですね。 先行きの経済、物価、金融情勢次第であるが、ですね。これつまりですね、データ次第ということなんですよね。データがやっぱり重要なんだということは一応書かれています。現在の実質金利が極めて低い水準になることを踏まえると、まあこれはまあちょっと置いときましょう。ただこれはまあ一つコミュニケーションの上ではですね、 じゃあ実質金利が極めて低ければ、いつやってもいいのかって話になるので、ちょっとこの辺はですね、我々からするとしっくり来ないなっていうふうに思いますね。で、最後ですね、今回の展望レポートで示した経済や物価の見通しが、さっきご紹介した見通しですね、それが実現していくとすれば、それに応じて引き続き政策金利を引き上げ、そして金融緩和の度合いを調整していくことになると考えていると明記されています。これを額面通り受け取ればですね、 ちょっとどうなのかなと思いますけども、展望レポート、次回10月ですので、次回の展望レポートでも、特に見通し通りに推移していることが確認できていればですね、利上げするのかっていう話に、まあ、なりかねないっていうかなる、普通に額面通り受け取ればですね、そういうふうに解釈できる文言にはなっているということですので、まあ、10月もですね、追加利上げがあるかどうか、可能性はゼロではないと、一応警戒すべきじゃないかなというふうには思います。まあ、私のメインシナリオはですね、 年内は慎重に見てですね、今後できればですね、半年に一回程度ずつ、割り上げをしていくようなイメージで見ておけばいいのかなというふうには思っています。さて、メインの話に行きましょう。これがですね、日本銀行が昨日公表いたしました参考資料の中に掲載されておりました、国債からの減額のペースと、それから長期国債の残高というのがどうなるか、 ということが書かれたチャートになります。これはちょっとペタッとご紹介しているわけですけれども、先ほどご紹介した通りですね、だいたい四半期4000億ずつ段階的に減らしていって、現在6兆円というふうに言われておりますけれども、それがそのペースで減らしていくと、26年の第一四半期には大体2.9兆円になるんだと、機械的に減らしていくとですね、そういう計算になるので、 この2.9兆円というのを3兆円程度という表現をしまして、それでしばらく走っていこうというふうな計画であります。ただし、まあ、今回の決定内容というのは、マーケット参加者にちょっと意見を聞きながらですね、サプライズを与えないような減額ペースというのが選択されておりますので、まあ、そういうような意味合いでしかないわけですね、この3兆円という数字自体はですね。 ただ、冷静に考えますと、この3兆円というのがどう評価していいのかっていう話になりますと、ちょっと難しい話になります。で、今日はですね、この3兆円というのをずっと、それからですね、26年第一支援期にそうなったとして、その先もですね、ずっと続けたというふうに考えたとしましょう。そうなると、ここにもあります通り、足元ですね、590兆円ぐらいとされております、日本銀行が持っている長期国債の残高ですね。 これが、この先26年第1クォーターにかけてここに記載されておりますとおり、7、8%ぐらい、まあ、あ縮小するというふうには、計算上になるようです。私も計算したらそうなります。ただし、その先何も言ってないんですね。 それは具体的な計画というのはですね、この先はまだ曖昧だからということだと思いますけれども、そもそも3兆円という数字の評価、それからそのずっと続けた時にこの残高がどうなるかという姿をですね、ちょっと今日は皆さんにご紹介してみたいというふうに思います。計算をしたところ、ドン、こうなりました。これがですね、私の計算した日本銀行の保有している長期国債の残高の推移ということになります。 ここが足元ですね。だいたい590兆円ということになります。まあ、細かく言うと588兆円とか、まあ、そんな感じなんですが、まあ、ざっくり590兆円。ちょっとこれ一つですね、ご注意いただきたいのは、これテクニカルな話なんですけども、日本銀行というのはですね、実は会計上の、ちょっと細かい話になりますと、消却減価法という会計処理を行っています。それはですね、例えば、まあ、一般の投資家さん、機関投資家さんもそうなんですけども、 国債を購入するときにですね、額面に比べて高値掴みをした場合ですね、高値で買っちゃった場合ですね、この国債が償還を迎えるときに償還金額というのが買った金額よりもですね、低くなっちゃうっていう償還損失が出るわけですね。日本銀行はそうやって高値でいっぱい買ってるもんですから、実はその高値で買った瞬間に、実は償還のときにどのくらい損失が出るのかっていう計算できるわけですで。その損失額を実は焼却するまでの間の年数ですね、 単純にそれ割り振って、この残高から殺くというような会計処理をやってますので、額面と実は違うんですね。この588兆円なら590兆円ぐらいのこの残高の金額なんですけども、この金額自体ですね、額面で積算する、足し上げていくと実はずれます。なのでそこちょっと気をつけていただきたいんですけども、ただデータがですね、ないもんですから、日本人口が公表しているこの590兆円という数字を使うしかないということなので、これを使わせていただきます。 いやここからスタートして、さっき、昨日ですね、日本銀行が公表したようなペースで、国債の帰り額を減額していって、で、月3兆円になったらずっと続けていく。まあ、そういうふうに、2050年まで続けたとしましょうと。そうすると、日本銀行の持っている国債の残高というのは、前期の残高に、今期国債を買った金額を足して、そして、今期償還を迎えて消えてなくなる金額を差し引くと、残高が出るわけですね。 まあそういうふうな計算をずーっとやっていくと、実は240兆円になります。厳密に言うと240兆円ちょっと下回ってくるんですけども、大体いいざっくり240兆円ということになります。こういうふうに収束していくわけですね。つまり、3兆円の国債返れというのは、長い目で見ると、日本銀行の国債の残高をこういうふうに縮めていくという計画に基づいた第一歩というふうに考えることができるわけですよね。そうすると、よく考えますと、国債というのはこれまでずーっと と発行がが増えてききたわけですね財政赤字が非常に日本の場合は大きいそれに従って国債の発行というのはずっと増えてきましたそうすると、だんだん世の中にある国債の量というのは金額ベースで膨らんできているわけですけども、まあこの先も多分膨らんでいくわけですよね。そうすると日本銀行がこれだけ減らしちゃうとですね、代わりに誰かが買わなきゃいけないっていう話になってきます。じゃあその誰かが買わなきゃいけなくなった時に、全体的な構図がどうなるのかっていうのを、 ちょっとお示ししたいというふうに思いますが、これです。ここまでが実績ですね。この先が先行きなんですけども、ある大きな過程を置いています。それはですね、二次元緩和の頃っていうのがこのあたりなんですけども、国債の現存額というふうにここに書いておりますね。現存額というのは、世の中に出回っている国債の量のことですね。金額のことですね。その現存額、 どのくらいあるかっていうことなんですが、実はずっと大体年にですね、30兆円弱ずつぐらい平均すると増え続けまして、足元ですね、ちょっとこう数字書いてませんけども、ピーッと横を見ていただければわかりますが、1000兆円を超えているんですよね。国債というのは1000兆円を日本の場合は超えちゃってます。ここからですね、過去10年間の増えてきたペースと同じペースで、ずっと増え続けたらどうなりますかっていうことをちょっとお示ししているんですね。 このように点線、ちょっと見づらいんですが、点線にしてますが、ずっと増え続けた場合、日本銀行がこのように減らしてしまうと、この赤いところですね、円字のところ、これがその残りというか、えー、民間というふうに書いておりますけども、民間が持っている残高ということになります。足元ですね、だいたいこんなもんなんですけども、どんどんそれが膨らみまして、まあ、こんなになっちゃうってるけですね。面グラフでちょっとわかりづらいので、これ、折れ線グラフに書いたのがこれなんです。 青いラインが日本銀行の長期国債の保有残高。先も申し上げた通りですね。これから減,ら減っていって、2050年にかけて240兆円になりますよ、ということですね。それに対しまして、民間の方ですね。赤いライン。ピークはですね、だいたい660兆円ぐらい。ちょっとこう、ざっくりで650兆円というふうに書いてますが、まあ、このあたりピークでした。二次元緩和が始まって、日銀がどんどん国債を買いましたので、買うものがなくなってしまって、民間の保有残高というのはどんどん減りまして、 足元こんな感じですね。500兆円ぐらいということになっているわけです。まあ、当初はですね、日本銀行が買わなくなると、あ,あかったということで民間側でですね、それを買っていくということになると思いますので、順調にそれがスイッチしていく。まあ、そういうことが行われるんだと思いますけども、ずっとこういう形で買っていけますかっていう話なんですね。で、ここにですね、点線を書いています。これ、下の点線が650兆円、過去のピークですね。それに、 200兆円を足した850兆円のところに、こういうふうに点線を書いています。何かというと、実はこの頃、2011年の頃、民間のですね、国内の銀行さんですね、銀行さんの予対率というものがですね、まあ計算すれば出るわけですけど、つまり銀行に存在する預金ですね、我々の預金、次預金に対して、貸し出しがどのくらい比率があるのかという、それは予対率って言うんですけども、予対率っていうのはこのあたりからどんどん低下しているんです。 つまり、預金はどん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 増えるんですけども、貸し出しはそんなに増えませんので、予定率が悪化しているっていうことは実はあるわけですね。あ、これです、これです。これ、予定率の絵なんですけども、さっき申し上げた2011年ぐらい、ピークの頃、このあたりなんですね。このあたりです、えー。この頃はですね、予定率っていうのはもうこの緑色のラインですね、預金と貸し出しの比率、が予定率なんですこれ低下してるっていうのは、預金がこのように青いラインですね、どん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 ,どん膨らんでるんですけど、貸し出しはそんなに膨らんでいない。 で、その比率を取ると、まあ、下で分かりやすいのは面グラフなんですが、どんどん、余しが余ってるか、お金と書きますが、余しですね。余裕資金のことなんですが、余剰資金のことなんですが、まあ、それがどんどん膨らんでいくということになります。ここに、預金引く貸出資金と書いてますが、そういうふうに、まあ、余剰資金がこう、溜まっていくとですね、当然、安全に挿んでいる国債にお金が流れていくということになりますので、国債の買い入れ余力ですね、それが増していくということになります。で、どんどんそれが増しまして、 今、足元、だいたい200兆円ぐらい上に行ってるんじゃないかっていうふうな、まあ、これはもう完全に、まあ、目の子でちょっとこんな感じっていうことなんですけども、これをご覧いただいて、それを200兆円足してみたというところが、この点線なんですね。もうこのあたりで行くと、もう2030年の手前でですね、それを超えてしまうっていう話になります。まあ、厳密にこういうことになるかどうかわかりませんけども、買い手がつかなければ当然何が起きるかというと、海外に買い手を探すか、 あるいは金利が上がるか、どっちかですよね。まあ、そういうことが、まあなんとなく想像できる姿になっているということなんですよね。じゃあ、ということで、金利の推計をしてみましたということで、以前ですね、こんな推計結果というのを一回ご紹介したことあると思いますけれども、ちょっと今回はですね、一生懸命ない頭をひなり出してましてですね、アイデアをちょっと一つ加えた推計結果というのをご紹介しています。 テクニカルな話なので、ちょっと簡単に申し上げたいと思いますけれども、まあ、これが説明変数ということになるんですが、いろんな変数を用いて長期金利10年ものですけれども、計算をしたと、推計をしたということなんですね。まあ、これはもう聞き流しておいていただければいいんですけれども、短期金利、それから潜在成長率、それから物価ですね、CPI、消費者物価、そして日銀の国債買りと、それから日銀の国債保有残高。 そして今回工夫しましたのは一つですね。民間の国際保有残高っていうのを説明変数に加えたということなんですね。ただ単に加えてもですね、実はこの民間の国際保有残高日銀と同じように増えれば長期金利は低下するって単純にそういう関係になってしまうので、シミュレーションができません。なので何をしたかというと、ちょっと細かいんですけども、非線形にしたんですね。非線形にすることによって、この民間の国際保有残高が上限に達すると、さっき設定しました 850兆円ですね。ここにあります。850兆円ぐらい。これ上限として、上限よりも上に行っちゃうと、長期金利が上がるというふうな推計式に工夫したということです。まあちょっと細かいので、だいたいパフォーマンスはいいんですけども、この程度にしておきます。そしてですね、そのもとで先行きをシミュレーションしたのがこれなんですよね。 当然ですね、民間が買わなければいけない国債の保有残高がどん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 膨らみますので、そこはもう上限に達してしまうと。そうすると、当然金利がもっと上がってしまうということに、計算上もなります。で、計算をしてみたということなんですが、この赤いラインはですね、これも大きな過程を置いています。政策金利ですね。今回0.25に上げましたけれども、半年に1回ずつ上げて1%で横ばいにするという過程を置いています。これが点線です。これは前提に長期金利を推計したさっきの推計式でですね。 そうすると、推計値1、2というふうにありますけれども、推計値1というのは上限を850兆円に設定したとき、推計値2というのは、実はこの850じゃなくて、過去のピークの650に設定したときの計算です。まあご覧いただくとおりですね、長い話なんですけれども、2050年ぐらい見ていただくと、推計値の1ですね、上限が850兆円かなというふうな過程を置いたもとではですね、 まあ、ここにあります通り大体、だいたい4%ぐらいですかね。そして、650兆円、もうちょっと上限が低いんじゃないかと、まあ、設定してですね、計算すると、なんと6%を超えてしまうというような結果になります。当然、その、上限値を操作することによって、シミュレーションですので、長期金利というのは、もっと上に行ったり下に行ったりということは、計算できますけれども、こういった計算事例をご紹介してみたということですね。 この重要なインプリケーションなんですけども、当然ですね、今回の国債カレの減額、短期的にはですね、マーケットにショックを与えない本当な水準だというふうに考えられているわけですけども、こうして長い期間をとって、日銀の国債の残高のあり方ですとか、それからその裏側にある民間の国債保有残高のあり方を考えるとですね、なかなかずっと3兆円で続けるっていうことができるのかなっていうふうなことなんですね。 で、そういうことを考えますと、やはり財政赤字というのは、ちょっと緊縮財政というか、どんどん国債を発行してということではなくて、まあ、もしかすると、大きな地震が起きるかもしれませんし、何かあっても全然おかしくないという状況の中で、そういったリスクを踏まえると、ですね、財政赤字をずっと続けるということ、それに対して、ちょっと考えておかなければいけないんじゃないかと。 国債の発行をずっと増やし続ければいいということではなくて、そのあたり財政規律というのをもうちょっと考えた方がいいというようなことになるんじゃないかなということなんですね。日本銀行もでですね財政ファイナンスとということで また3兆円というふうに今一旦やっているのをですね、また膨らますということにならざるを得ないなんてことになりかねませんので、まあ私考えますのはですね、イエルスの中央銀行の,方のイングランド銀行なんかがやっているようにですね、日本銀行として、中央銀行としてきちんとロジカルにですね、一貫した国際会議の原則というのを設定する。まあそれがですね、日本銀行に求められているんじゃないかなというふうに思います。それがないとですね、またいつかですね、長期金利が上がるので、 国債の残高を増やしましょうなんてことになってですね、財政ファイナンスじゃないかなんてことになりかねませんので、まあ日本銀行としてもそういった原則を早めにですね、きちんと考えて設定してほしいなというふうに思っております。え、ちょっと今日はテクニカルになりましたけれども、国債カレの減額、昨日出ました、その数字を前提にしまして、この先長い目で見て長期金利がどういうふうに動いていくのか、そのインプリケーション、このあたりを皆さんと一緒にいい議論してみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。